チラッと合図を送って先に引かせるんです。ほう、引かせてしまうって言ってるんだから引いてほしいんですけど中間、ね、でも何でもいいから引いてほしいんですけど、いや僕の場合は逆に自分に引き出しがないから、あ、攻めに行くタイプでしょ、そう、自分の世界に引っ張ってくるっていうで、相手にそれをやらせた方が楽なんですよ。あ、自分から攻めに行っちゃうと最初から毎日あの本当に引き出しがない人だとトップギアに入れたままで行っちゃう人って多いんですよ。こういうセッションとかで、セッションだって頭で、ベーシストってあの歌物のセッションとかだと普通にあの感じであの卒なく綺麗にまとめて、バーモニクスは卒なくないです。え、ごくごく一般的な話じゃないですか。こう攻める人が多いんだけど、セッションでインストであのベースからで結構何やってもいいって言われると、みんな親指突き出して初めからこうまで行ってしまうと、これをリフにしてしまった場合大変なことなんですよ。じゃあソロどうせやんやって話じゃないですか。それよりまあソロでどうせやんやった場合はこうやってやって逃げればいいんですよ。もう何もしなくていいんです。もうこれやって、あ、こうやってまたリフに戻っちゃえば逃げれるんで。でもそういう非常手段を使いたくない場合に先にこうこうやってしてしまえば勝手に引くんで、こういう人はやっぱり引いてたりしてもらえて、それはそうですね、ちょっとダメですね。で、例えばこうスラップでそう引っ張れてしまったら、はい、引いて、なんかちょっと逃げてください。それで僕はあの逃げ道をまず伝授するので、あ、じゃ あのいっぱい引いたらいいですか。もう自由に、もう先生の好きな感じでいや、もう小沢流、なんか小沢一郎両手につで感じて、お好きな感じでもう好きなようにいっぱい引いたらいい、いっぱい引いた方がいい、いっぱい引いたら引いただけ逃げれます。こっちのバッキングだけを聞くと、相手のリズムのスポットにだけ入れてるだけで何もしなくていい。リーダー、音がちょっと聞こえなかったんで、もう一回ちょっと巻き戻して、じゃあ、あの先生で、自分は逆に何もしなくていいんですよ、この場合。これでバッキングするだけで相手がどんどん引いてくれるんで、でもしあの相手をもうあのとことんまで引きたぶろうと思ったら、もっと姑息な手段があるんで、もうこのままちょっと引き続けてください。もっとひどくなる。
ようにだんだん同じことしかやれなくなってくるんですよ。相手を潰すのに音数は不要です。相手を潰すのに耐えることだけに。リサ、潰すとかじゃなくて合奏を成立させるためにも。いや、合奏を成立させるのに相手を早く終わらせて自分の番にするのが大事なんですよ。そのために同じことを続けるんです、わざと。どうしたらいいのかなって思って。だから結局相手しまうとどうしたらいいのかなっていうのは、結局最初からギアをトップに入れてしまうと自分でソロが終わらせられないんですよ。 そこへ持ってきたかったもんで、最初からいっぱい弾いてほしかった。でバッキングも初めからあれぐらいにしといてあげないと、ソロで盛り上げたいときに最初から詰められてしまったときには盛り上げきれないんですよ、自分では。だからバッキングできる人はソロ取れるけど、ソロだけ取ってる人はバッキングできませんもんね、基本的に。いっぱい弾きまくって場の空気を汚す人にバッキングできた人を僕一人として見たことないんで。どうやればできるの？そう、まず聞いてリズムのスポットを覚える。それが大事。そう、ドラムが今いないからそうなっただけで、ドラムがいればもっと簡単なんですよ。何も気にしなくてもドラムにさえ合わせてしまうから。ほんでこれって今のは E でマイナーキーですよね。マイナーキーでプレイしますからね。なんでメジャーかマイナーかだけ察知すればそれで問題ないんですよ。そうするともうパッキングまで。メジャーとマイナーのそのどっちかって調べる手はどうやってやるんですか？この中で小学校で音楽の授業を受けたことがない人がいれば、先にそこから行かないと説明ができなくなるんで、これ分かりやすくするためにちょっと C で代表させてもらうと、常識的にというまあ普通の波長調の音階ってなる。よほど学校に行きたくなくて行ってない人とか、音楽の授業だけ寝てましたは別として、あと大概聞いたことあると思うんですよ。ドで日本3番目の音っていうのが、これ分かってる人では非常に分かってるかもしれないですけど、この3番目の音っていうのがメジャーマイナーの中で会話に一番出てくる内容なんですよ。ほんで普通に波長調で今切ってるんだけど、これでいくと3つ目の音、これがどう説明しようね。これ全音で離れてるっていう話をしてもう分かるんかな。